ハウディ、チェスターセラです。登録者数1万人突破のプレゼント企画第2弾、マジック・ザ・ギャザリングサイドのプレゼント企画でございます。はい、応募方法は、後々紹介するとして、まずはどんな商品が当たるのかご説明いたしたいと思います。まずはこちら、はい、ドザン、カードスリーブ、ちょっと反射しちゃって見えないかな、これか、こう、はい、カードスリーブ、ビッグマジックオープンで僕がジャッジした時にもらってきたカードスリーブでございます。なんだ、天の川か、天の川デザイン、ジョン・エイボン氏の描く天の川デザインのカードスリーブ80枚入り、はい、こちらを1名様にプレゼントいたします。はい、続きまして同じくスリーブですね。これは清水寺かな、100枚入りの、ビッグマジックオリジナルスリーブ、こちらは清水寺デザイン、清水寺デザインになってますね。はい、こちらも1名様に、ね、スリーブは合計で2名様へのプレゼントとなります。はい、続きまして、布製品、まずはマウスパッド、はい、こちらこのサイズのマウスパッドでございます。絵柄デザインは先日行われましたビッグマジックオープンボリューム9で配られたデザイン、サンフラワードラゴンでございます。はい、このサンフラワードドラゴンデザインの限定マウスパッド、こちらを1名様にプレゼントいたします。はい、で続きまして同じく布物なんですけども、こっちの方がカードゲーマーの皆さんにとっては必要なんじゃないかなと思います。プレイマットでございます。はい、プレイマット、まずは先ほどと同じデザインのこちら、はい、ビッグマジックオープンボリューム9で配られました、サンフラワードラゴンデザインのプレイマット、こちらを1名様に。はい、続きましてプレイマットはもう1枚ございます、こちらですね、同じくビッグマジックオープンでのプレイマットでございます。はい、ジュライ2016横浜、ボリューム、9、8、7ボリューム7ぐらいかなで配られた、天の川プレイマット、ジョン・エイボン氏デザインね、天の川プレイマット、こちらを1名様に、はい、プレゼントいたします。プレイマットは以上2点でございますね。で、これが最後の目玉のプレゼントでございます。私ジャッジをやっておりますのでね、いろいろ物がもらえたりとかするんですけど、報酬があってするんですけど、こちらです。ちょっと遠いかな、近くに向けますね。ジャッジ報酬、はい、こちらのジャッジ報酬カード、まずは家地、ね、土地ですね、家地のジャッジ報酬カード、ホームワードパスですね、こちらを1名様に。はい、そしてもう1枚はこちら、アバシン、ね、大天使じゃない方、普通の方の、両面カードじゃない方の古い方のアバシンなんですけども、こちらのジャッジ報酬カード、これはですね、ジャッジ報酬用に新しくイラストが変わってます。こちらを1名様に。はい、というわけでジャッジ報酬カード合計で2名様へのプレゼントとなっております。はい、応募なんですけども、この動画の説明欄ご覧いただきますようお願いいたします。説明欄の方に応募先のリンクが貼っております。また注意事項もいろいろ書かれております。あらかじめお伝えしますと、この、キャンペーンで得た個人情報とかそういうものに関しましては、このキャンペーンのみで使わせていただきますので、ご安心ください。キャンペーンが終わりましたら情報は全て破棄いたします。はい、で、応募に際しての1個重要な注意点なんですけども、これ絶対守っていただきたいです。1家族1通、はい、1つの住所に対して1通の応募でお願いいたします。当選の際に住所の重複が発覚した場合は、その当選は無効とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。応募の期限といたしましては、説明欄にも書きますけども、5月の31日まで、はい、今月アップロード日の5月いっぱい、2017年5月31日までの期限を設けさせていただきます。それの期限までの間に皆様ご応募の方よろしくお願いいたします。でまたですね、サプライズにしたかったんですけども、ね、なかなかサプライズも難しいというご時世なので、あらかじめ告知しちゃいます。もしかしたら僕がこれらの当選商品をね、当選商品を皆さんの元へ直接お届けに伺うということがあるかもしれません。
はい、その際にですね、応募したご本人の方が必ず、ご在宅になっておられます時間帯、ね、曜日と時間、ね、曜日と時間、ご在宅になっている曜日と時間、必ずこの曜日この時間だったら俺いるよっていう時間を、記載していただけると非常に助かります。はい、その方が当選した時にその記載があると、あ、この時間にね、あのサプライズで行けばいいんだなっていうのが分かりますのでね、もう言っちゃった時点でサプライズでも何でもないですけどね。はい、で その様子はもちろん動画で撮影させていただきたいと思いますので、できればね、喜びの表情とかも皆様にね、チャンネル皆様にお伝えできればなと思いますので、そういう、ね、協力をしてくれるという方、優先するわけではありませんけども、当選のやつは必ずランダムですけどね、そういう協力もできるよっていう人で、かつ、曜日と時間を記載してくれた人には、が当選したら、僕が行く可能性がかなり高まるよっていうことだけ伝えておきます。はい、まあ、あくまで当選は全てランダムで行いますので、ね、ひいきとかは一切いたしません。はい、とりあえず送っていただけさえ、いただけさえすれば、抽選の権利が与えられますので、はい、どなたでも結構です。できればチャンネル登録してる方でお願いしたいですけどね、これを機会にチャンネル登録してくださっても構いませんので、何卒よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、マジック・ザ・ギャザリング編の、当選品、プレゼント品発表のコーナーでございました。はい、それでは皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。今後ともジェスターズフィルムを何卒よろしくお願いいたします。はい、以上ジェスターセラでした。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。